抜けられるわけないよ。何か手はあるさ。見つかったら殺される。アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか、ジン。待ってたよ。なぜあの者らは町の外に。猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃ猛虎の陣立てを見られる場所へ行こう。町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。では乱が起きる前に映っていたのだな、大綱に。あのことを話したのか。大綱に用があってね、手を借りた。一度会えたの。後で話してあげる。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て過去と向き合うのだ。俺らの町。敵に囲まれてるね。川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが。陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策。残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか。離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。走れるな。もう走れない。川までついていくんだ。
昔ここでトンボを取った。だよね。で、戦わせた。片方が槍川の侍、もう片方は地頭の配下。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。兵糧を溜め込んでおったのか。町に入ったら私が話すよ。そうしてもらおう。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。いや、どうじゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ。直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。こりゃまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンバルメンズ、槍川の民よ。我が名はテムゲ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけよう。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな。行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない。やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ。クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。鷹を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないならもうバカだ。鷹は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがある時は親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えた。代替わりして
親方はもうどうでした？宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。あと次はあの土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。覚えてたより。